オットロットはフランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン。オットロットは白ワインが際立っているアルザスワインの中で赤ワインのルージュドットロットで有名である。コミューンはシャンデューフーへ向かう 20km 余りのルートの途中に立ち寄る場所である。またサントーディール山へ向かうものはオットロットの森の中を 4.4km 行く。オットロットは アルザスワイン街道途城にある。オベルネの西5キロメートルほど、ストラスブールの南西およそ3 0トルにある。標高7 0 0ルのエルスベールおよび標高7 6 4ルのサントーディール山のふもとにある観光の村である。コミューン領域の大半である2500ヘクタールは森林で覆われている。村は、山脈のサントディール山側、アンによって、 アルザスの平野に面している。オットロットとコミューンのサンナボールの教会は、被災岩を産出する、オットサンナボール採石場である。村の名が、初めて現れるのは1059年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世の命令で、ストラスブール大司教にあてて、ラテン語で記された、ビーシャートニツ、クエイディセターオッテンロデンにおいてである。それはオトン、または、 オットーという機種が非常に山深いところに定住していたことを記している。別の説では、おとんの貯蔵庫を意味するオットトロットから、オットロットとなったとしている。オットロットは1858年に2つのコミューン、オットイコールルイコールバとオットイコールルイコール王が合併して誕生した。合併の記念として、1861年に建てられた。 視聴者のファサードには二つの元コミューンの紋章が飾られている。参照元、カシニーと陰性。ありがとうございます。